こんにちは、MB です。さあ今日は MB アイテムの紹介、最強ニットを紹介させていただきます。これ素材むちゃくちゃ頑張ってます。はい、というわけで今日は1月31日夜9時から発売する MB 最強ニットについて紹介させていただきます。メルマガ会員さんと LINE 会員さん限定で購入可能なこのニットアイテムなんですけれども、ポイント3つに絞ってお話をさせていただきます。このチャンネルはほぼ毎日ファッションの情報をこうやって動画でアップしております。よかったらチャンネル登録と高評価もお願いします。それでは紹介いきましょう。まず1つ目、最強素材を使ったシリーズ、世界最高峰のスビンゴールドを使ったもの。今回ちょっと素材の説明多分長くなると思うんですけど、今回最強ニット、まあちょっと商品名おかしいと思うんですけど、最強ニットで使ってる素材、言葉通り本当に最強な素材を使ってます。何を使ってるかっていうと、インドを代表する超長綿素材スビンコットンを使ってます。でスビンコットンの中でも今回使わせていただいてるのは、初摘みと2番摘みのみを扱っている、スビンゴールドという素材なんですけど、これがどういう素材かっていうと、まあ、そもそもインドで取れるこのスビンコットンっていうのは、生育がすごく難しい綿花で有名で、なかなか取れないんですね。収穫量で言うとですね、まあ、長長綿って有名なのはエジプトだとギザ、アメリカだとスーピマ、そしてインドのスビン、この3つが主に有名だと、まあ他にも新疆綿とかあるけど、3つがすごく有名だと思うんですけど、スーピマの生産量がですね、約15万トン。エジプトのギザコットンが3300トン。で、インドの今回使わせてもらってるスビンコットンがわずか200トンしか取れてないです。で、全世界の綿生産量って、全体で2600万トンあるんですけれど、超長綿はその中でも39万トン。39万トンの超希少高級な超長綿素材ってのがあるんですね。超長綿ってのは繊維の長さが長くて糸が細くて美しい光沢感が出るものを超長綿って言うんですけど、超希少素材が超長綿なんですけど、その中でもブランドネームがついているスーピマとかギザとかスビンがいろいろあるわけですけど、スビンはその中でも最も少ないと言っていい200トンしか取れないんですね。それだけ生育環境が難しくて希少素材なんですけど、何がそんなにいいかっていうと、繊維の細さが数字で言っても全く違うんですね。例えば超長綿、アメリカの有名なスーピマ、ユニクロとかも使ってますね。スーピマ素材って 4.1 マイクロか、4.1 マイクロでスビンが 2.9 マイクロなんですよ。だから超長綿素材の高級素材であるスーピマコットンと比べても 1.5 倍も細いのがこのスビンコットンなんですね。コットンの中だと世界最高峰です。スビンコットンを世界最高の素材って言って、まあ、綿の中では世界最高と言って疑う人はいないと思います。で、その中でもですね、その中でも今回使ってるのはゴールドっていう素材を使ってるんですけど、スビンゴールド、スビンの中でも、まあ、普通のスビンコットンとスビンゴールド、スビンプラチナムっていうのがあるんですけれども、まあ、いくつか種類があるんですが、今回スビンゴールドを使ってます。ゴールドっていうのは初摘みと2番摘み、1番と2番摘みのものだけを使ってるものを スビンゴールドっていうんですけど、まあ綿花を摘むじゃないですか。まあ1回目に摘む、2回目に摘む、3回目に摘むっていうふうに、まあ1番摘み、2番摘み、もうお茶と一緒ですね。1番摘みとか2番摘みとか言うんですけれども、1番摘み、2番摘み、ファースト、セカンド、サードと進んでいくごとに、実はいろんなグレードのものが混ざってきてしまって純度としては下がっちゃうんですね。まあお茶とかもそうですよね。初摘みが一番大事に作られた、丁寧に作られていて純度も高くてめちゃめちゃいいもの、スビンの中でもより一層いいものが集まってるのが一番最初に摘んだファーストピックのものなんですね。で、次がセカンドピックのものっていう風に順位がまあつけられるんですけれども、ファーストピックとセカンドピックのみに限定されているもの、つまりスビンの中でもより高級なものだけを純度高く集めたものがスビンゴールドなんですね。これぜひ調べてみてください。で、さらにこの上もあるっちゃあるんですよ。スビンのもうファーストピック限定のスビンプラチナムっていう素材も存在するんですけれども、まあ、今回さすがにそこまでコストかけると値段がおかしなことになっちゃうので、スビンゴールドというところにさせていただいて、1番摘みと2番摘みのみを使ったゴールド、これももう世界最高峰中の最高峰のコットン素材です。
イタリアでもまあ世界最高峰のコットン素材であろうと、カットソーにするには世界最高峰だろうというふうに言われているのがこのスビンゴールドなんですけれども、こちらを使っています。さらにですね、その素材を、世界最高のスビンゴールドの素材を日本の高い捻糸技術、尾州の捻糸工場で糸をよっているのがこの素材なんですね。今回使っている素材、糸をよるっていうのは、まあ、一本の糸をくる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 ってやると、こうねじれていくじゃないですか。そうすると耐久性が高くなったりとかするわけなんですけど、風合いもちょっと美しくなったりするんですが、あの、捻糸の技術っていうのは日本がめちゃめちゃ高いんですね。で、特に日本の捻糸技術の中でも有名な尾州を使ってですね、一宮市の尾州を使って、日本の捻糸技術でしっかりと酔っていただいて、さらに耐久性を高くしたのが、このスビンゴールドの今回使わせていただいている素材なんですね。めちゃめちゃいい素材です。これ、世界最高峰のコットンニット素材って言って、間違いない出来です。これもう、あの、素材屋さんに見せてあげれば誰でもわかるレベルですけれども、スビンゴールドの、尾州で捻糸しているって言われたら、あ、そりゃいい素材だねって誰でも言うと思います。この価格で、ニットで、ね、スビンゴールドで捻糸で、コットンニットで、この価格で出せてるところ多分ないと思います。カットソーとか T シャツとかあったらもちろんあるんですけれども、スビン の T シャツとかあったらもっと安いのあると思いますけど、ニットで、この価格はほぼないと思うので、めちゃめちゃあのクオリティ高いけど、プライスとしてはあのミドルレンジ以下に調整しているので、むちゃくちゃおすすめです。生地の特性上、まあ超高級素材なので、一応コットンニットなんで、自宅でケアすることできます。手洗いも可能なんですけれども、まあ、環境によっては、手洗いの仕方によっては、縮まない可能性がなくもないので、まあ、長く持たせたい人は、クリーニング推奨にはなるかなというふうには思います。まあ、高級素材なんでね、その辺はちょっと我慢していただきたいなとは思うんですけど、別に手洗い不可能なわけではないので、まあ、手洗いしてもいいんですけど、基本的にはクリーニングの方が、まあ、縮みが少なくてですね、長く風合い変わらず愛用できるかなとは思います。ポイント二つ目、厚手にしすぎずオールシーズン対応できるように、もうこのニットは最強ニットって歌ってるだけあってですね、もう何年もトレンド気にせず、いい素材をとにかく使いやすいようにって考えてるだけなので、ポイントも本当に素材に絞ってるんですよ。厚手にしすぎ、まあ、ポイント二つ目の厚手にしすぎないでオールシーズン使えるようにってのは確かにそうなんだけど、まあ本当に普通の話です。まあ素材のね、厚さをそんなにこう分厚くしないようにしてるので、まあ春、秋はもちろんこれ活躍すると思いますし、夏もですね、袖をまくってショーツとかに合わせてもらえれば使えるようにしてます。で、冬ももちろんインナーとして使えるようにしてあるので、オールシーズンガツガツ使えるようにというのは考えています。で、三つ目、デザインはとにかくシンプルに、もう本当にとことんシンプルにしました。サイズもビッグサイズじゃないです。ほんのわずかなリラックスぐらいで、まあ、普通のサイズ感になってます。首元も特にすごく空いてるわけでもなく、狭いわけでもありません。着丈も長いわけでも短いわけでもない。もう本当にベーシックな、もうイタリアのその、職人ブランドが作るみたいな、本当にベーシックなもので、超高級素材を使って、で、その代わり値段をぐっと安く。例えばイタリアのこの手の素材を使ったコットンニットとかだと、まあ3万4万しても全然おかしくないクオリティですけれども、1万3500円で出せているので、めちゃめちゃ破格だと思います。で、この最強シリーズ、これ好評だったら続けようと思うんですけど、もう世界最高峰の素材を使ってシンプルにして、その代わりどこよりも安くっていうことを考えてやってます。スビンゴールドの素材を使って尾州で捻糸をかけて、この素材で 13,500 円、コットンニットで 13,500 円は多分ないと思います。ちなみにですね、ちょっと素材に限界があって、今回3色展開なんですけど、グレーがですね、枚数としては全然ないんですね、用意できないんですね。ちょっとこう素材を手配するのが難しくて、まあ、一応発売はするんですけど、本当にわずかしかないので、もしかしたらすぐ完売しちゃうかもしれないです。で、ベージュと、ブラックとグレーの3色展開になっているので、よかったらチェックしてみてください。サイズ感はですね、僕175センチ70キロですけど、69キロか70キロですけど、そのぐらいの体型で M サイズを着てちょうどいいぐらいです。まあビッグサイズで着たいっていう人はワンサイズ上げてもいいですし、まあワンサイズ上げてもビッグにはならないと思いますけど、リラックスぐらいにしかならないですが、まあその辺のサイズのいじり方は全然ありかなとは思います。これすごい、もうあの素材感徹底的にこだわって作ってるので、まあ、もちろんリブのきつさとかも考えてやってますけど、
とにかくこの風合いのいい素材、世界最高峰のコットンニットっていうものを触って着用して、あ、これが3、4万とか4、5万のニットの風合い、コットンニットの風合いなんだっていうのが分かってもらうと、さらにこうお洋服の深さが分かるかなというふうに思います。コットンニットって一口に言っても、まあユニクロでね、1000円で買えるものもあれば、イタリア製のものだと10万もするものもありますけど、どういうふうに違うのかっていうのがやっぱり分かりにくいと思うし、高い金額出してシンプルなニット買うっていうのもちょっと抵抗がある人もいると思うので、今回手が届く価格で最高峰の素材を使ってやってみました。まあ最強シリーズとしてですね、実際手に取ってもらって確かめてもらえればというふうに思います。これが好評だったら最強、例えばなんだろう、ジャケットとか、まあそういうシリーズやっていこうかなというふうに思っています。1月31日夜9時から発売です。LINE の会員さんとメルマガの会員さんどちらも購入可能です。LINE は登録無料です。概要欄の方から登録してみてください。メルマガの方はですね、毎週日曜日に配信されていて、日曜日に毎週4万文字か5万文字ぐらいでファッションの情報がたっぷり載ったメルマガとなっております。ファッションを体系的に学びたい人はぜひメルマガ登録してみてください。月額550円なんですけど、初月無料になっているので、まあ初月登録して違うなと思って解約すればお金かかんないです。よかったら登録してみてください。1月31日に、31日の夜8時半ぐらいに LINE は送られてきますので、購入可能な URL がそこでわかります。で、メルマガは1月30日に送りますので、そちらを確認してみてください。はい、というわけで今日は MB 最強ニットの紹介でした。またお会いしましょう。MB でした。バイバイ。